後期よのり子号は、真の妖精帝の側室で、剣竜帝の聖母、皇太后。満州木畑の二王古市の出身。父は四品天議館の篠毛柱。1705年、13歳の時に泥部での土地、揚げ種の邸宅に腰入れし、下下となった。名門氏族の出身ながらも、父親の身分は高くなかったので、着服、進む、裏ならしは愚か。 がわふくすすむである、年子や利子よりも位としては下であった。養親王が病を患った際、二尾振るしは海外宿看病し、それがきっかけで長愛を受けたらしい。後期50年には4子、広志歴を養親脳府で出産した。広志歴が10歳の時、養親王が広志歴を連れて、ボタンを見に、延命園に赴き、後期庭に越見すると、広志歴は、 後規帝に気に入られ、皇帝自ら皇宮で、広史歴を養育した。これにより、二尾古氏は、養親王の長愛をさらに受けた。養親王が即位すると、養精元年に、気妃に封じられて、慶神宮に入り、養精八年にはさらに、危機に封じられた。養精九年に、高吉健皇后が成去すると、宮中のことを取り仕切った。建立四十二年。 ジュネイグーで奉御した。去年86。死後、厚生寺千康氏恵ぐ厚氏和誠基人目慶天、三吉健皇后の死後を送られ、妖精邸の大量の東北、大統領に葬られた。ありがとうございます。